にちは。ゆきえタイムズにようこそ。アメリカ・シカゴ在住フルーティストのゆきえです。今回は車でシカゴの郊外へ行って、あの映画で有名なのロケ地に行ってきたいと思います。このチャンネルではフルートのことはもちろん、私のアメリカでの生活、オーケストラ活動やシカゴのご当地ネタなど、あらゆるジャンルを皆様にお届けしようと思います。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。シカゴが舞台になっている映画やドラマはたくさんあります。実際に私が見たものはザ・レイクとか、あとバットマンのワンシーンとか、そしてで有名なホームアローンです。ということで、実際にホームアローンの撮影で使われた教会やケビン君のおうちツアーに行きましょう。ちなみに前に動画に登場してくれたヨッくんが何回かビデオに出てきます。さて何回出てくるでしょうか。それでは VTR スタート。この度はエヴァンストン経由、あの有名な建物ツアーをご鑑賞くださり誠にありがとうございます。当社はこれよりシェリダンロードを北上してまいります。皆様最後までどうぞよろしくお願いいたします。こちらはシカゴの北部に位置するエヴァンストンという町でございます。人口は約74,110人。なんといってもエヴァンストンといったらノースウェスタン大学。1851年メソジスト教徒のある集団が大学を設立し、1854年その設立者たちはその指導者の一人であるジョン・エヴァンスにちなんでエヴァンストンと名付ける都市の計画を申請し、1857年それが認可されたようでございます。右に見えますのがミシガン湖でございます。湖に接するエヴァンストンは人々の安らぎの場所がたくさんあります。第二次世界大戦後、シカゴに通勤できる高級住宅街として発展を遂げております。基本湖に近いこの物件たちは高いと予想されているので、この辺りの物件も相当な値段と推測いたします。しばらくの間ぜひこの素敵なお宅をご覧くださいませ。
さて、ここから右側に見えるこの建物たちは全てノースウェスタン大学のキャンパスでございます。このメインキャンパス97万平方メートルにも及ぶそうです。このメインキャンパスの他にシカゴの中心部のダウンタウンにもロースクール、メディカルスクール、大学病院なども抱えるキャンパスを有しております。大学評価の世界的指標である The Times Higher Education 世界大学ランキング2020で第22位。 US ニュースによる全米大学ランキング2020では全米第9位。学部への合格率は 8.4% とされた難関な大学と思われます。これよりエヴァンストンを抜けてウィルメットという町に入ってまいります。こちらはシカゴダウンタウンより23キロメートル北に位置するウィルメットに来ております。人口は2010年の国勢調査では約27,000、飛んで87人だそうです。子供を育てる町で高評価を得るほどに治安も良い場所でございます。こちらがあのホームアローンの映画で使用されたロケ地の一つ、トリニティ・ユナイテッド・メソディスト・チャーチでございます。ホーム・アローンは1990年に公開されたアメリカのコメディ映画でございます。全世界で大ヒットした映画の一つでございます。このトリニティ・ユナイテッド・メソディスト・チャーチは1874年に建てられた古い教会でございます。幾年にもわたり礼拝に来る人が増え、1930年に今のこのネオ・ゴシック調の建物に再建されました。そしてこちらがホームアローンで使用された家でございます。1920年代に作られた赤レンガの邸宅は4つの寝室や設備の整ったキッチンのほか、暖炉、サンルーム、窓のついた屋根裏の寝室、独立したガレージを備え、土地の広さは約600坪。
都合に及びます。こちらは私のお気に入りの場所でもあるバハイハウスオブワーシップでございます。こちらも同じウィルメットにあります。1953年に40年以上かけて建立されました。これはこれまでに建設された2番目の礼拝堂であり、現存する最古のものだそうです。北アメリカのすべてに奉仕するために建設された8つの大陸寺院の一つです。約41メートル以上もあるドーム型のこの建物は国家歴史登録財にも指定されております。寺院を囲む庭園もとても素敵で、穏やかな時間を過ごすことができます。いかがでしたでしょうか。実は私、日本の大学時代にウグイス嬢のバイトの経験がありまして、今回はウグイス嬢口調でお送りいたしました。さて皆さん、よっくんが何回ビデオに出てきたか分かりましたか？正解は4回です。それでは今日の締めのことわざです。病は気から。英語では Your mind controls your body。 病気は気の持ちようで、重くもなるし軽くもなるということわざですが、だいぶ寒くなってきた今、コロナの収束もまだまだ残念ながらかかりそうですが、気分が落ち込んだら免疫力も低下しそうなので、私は常に元気ですと言い聞かせております。皆さんもお体にはぜひお気をつけください。最後までご視聴ありがとうございました。皆様の質問やコメントも受け付けております。 See you next